私はこの三線に心を癒されて今は心を躍らせてます、そんなことをYouTube、インターネット、ブログ、Facebook で発信してましたらたくさんのお友達ができて、実は彼女もインターネットでこの10日前ぐらいに知り合ったんです、はい、YouTube を見てきたんです。で、こうやって今日はデビューしてます、月蘭直美です。拍手で、始めたばっかりなのに、もう YouTube に21本くらいアップしてます何せ恥をかくことがどれだけ三線が上手になるかということは私が身にしめて思ってますから、 それをみんなが真似して今世界中にっていうとすごいかっこいいですけど400名近くいます。今日も2名入隊しました、兵庫県からわざわざ来てくれて、341番はフランスの方です。そんな感じでアメリカにも多いですから、ぜひ YouTube で呼ぶ夢込む三線広めたいとか、三線広めたいとか、いろんなことを検索すると出てきますので見てくださいね、私は上田と申します。ユタシコウニゲサメダ、改めまして私は、コムさん自身に広めたい16番アエダヤイピン、イエーイ。さあ、楽しく、いきたいと思います。はい、皆さん、メンソーレ沖縄でですね、アリスさんで、このコメントは、ハイサイ、女性はハイタイ、はい、私もですね、去年のおかげですね、沖縄の上上さんにですね、沖縄人があるんですので、やはり沖縄文化、音楽をですね、素晴らしいなかというところでですね、世界の浮き足になりたいということでですね、最初の今、勉強しました。ぜひ音楽の興味のある方はですね、ぜひ三線広めたい、ぜひ検索してもらうと、私たちもよろしくお願いします。たくさんの皆様、よろしくお願いします。そしてですね、実は昨日会ったばっかりの方です。徳島出身です。すごい、昨日会ったんですね。で、1年前から私のことを YouTube で見ていたそうですで、そして昨日一緒に三線して、今日はちょうどこういうライブがあるんで、よかったら一緒にやりませんかということで、斉川さんです。一言自己紹介お願いします。せっかくですので、こんばんは、斉川と申します。1年ちょっと前から沖縄ですので、歌三線とか沖縄の言語とかいろいろ歌で聞いたり体験したりすることを楽しみにしております。で、この三線の広め会はだいぶ長く使ったんですけども、なかなかすぐそばに住んでるんですか、住んでるんですけども使いがなくて、やっと昨日にやってきまして、338番三線と三番になっております。よろしくお願いします。では、少し賑やかな曲からお届けしたいと思います。初まぶしよっ、thank you。
Are you ready? Are you ready? 準備 OK? イエーって言わないと分かんないよ。準備 OK? イエーイ。島唄。